航空自衛隊ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めているんだけど、1号機の配備が予定されている通常離陸型の F-35A の他に、垂直短距離離着陸ショートタケオフバーティカルランディングストーブル型の F-35B を42機導入する計画なんだって。この F-35B を艦載機として運用するために、海上自衛隊最大の護衛艦である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH 出雲及び加賀において、軽空母として運用できるようにするための改修工事が実施されているらしいな。今回はそんな護衛艦加賀が2024年中にアメリカ東海岸で F-35 運用評価試験を実施する件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年11月13日にアメリカ海軍とアメリカ海兵隊の調査研究所であるアメリカ海軍調査研究所ユナイテッドステイツネイバルリサーチラボラトリー NRL が日本の空母が2024年に F-35B 運用評価試験を受けるためにアメリカ本国の大西洋側にあるパタクセントリバー海軍航空基地に来訪すると発表したことが話題となっていて、この場合の日本の空母とは2023年中に飛行甲板の形状変更改修が完了した加賀を指しており、2024年中にアメリカ東海岸に赴いて長期間にわたって滞在して、F-35B 運用評価試験を受けるものとみられているよ。この F-35B 運用評価試験とは空母上で F-35B を運用するにあたって適切であることを証明するために必要な手続きで、F-35A と F-35B に艦載機型の F-35C のライフサイクルプログラム管理などを主導する組織である F-35 ライトニング2統合プログラムオフィス F-35 ライトニング2ジョイントプログラムオフィス JPO が空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板上において安全に F-35B が運用できるかどうかを検証するフライトデッキ認証テストのことだね。この試験はアメリカの東海岸大西洋側にあるパタクセントリバー海軍航空基地メリーランド州に所属する試験評価飛行部隊 VX23 のみが実施する試験であるため F-35B の運用資格取得を希望する艦艇はアメリカ東海岸まで航行して出向く必要があり、試験はそれぞれ個艦単位で実施されるため、たとえ同一設計の同級艦であったとしても必ず運用を希望する艦ごとに認証テストを受け直さなければならないぜ。これまでアメリカ海軍で F-35B を艦載して運用する原子力空母や強襲揚陸艦などの他に、イギリス海軍のクイーンエリザベス級空母のクイーンエリザベスとプリンスオブウェールズ、イタリア海軍の軽空母カブールがあり、護衛艦加賀がこの試験に合格すれば、F-35B を運用できる空母を保有する国として日本が4番目に名乗りを上げることになるんだ。イギリス海軍が威信をかけて建造した正規空母クイーンエリザベス級の1番艦クイーンエリザベスと2番艦プリンスオブウェールズは基準排水量4万5000トン満載排水量6万7699トン、全長 284.0 メートル、最大幅73メートル、水栓幅39メートル、喫水 9.9 メートルと、中国がウクライナから買い取って初めての保有空母となった遼寧旧ソ連海軍が設計建造していたバリアーグに匹敵する大きさがあるよ。クイーンエリザベス級空母の特徴は、アイランド型の環境構造物が艦首側の航海作戦用環境と、間にエレベーターを挟んで後方に設置されている航空管制用環境の3つに分割して設置されている外観にあり、これはどちらかの環境が攻撃によって使用不能になった場合の降誕性を確保するとともに、3つのアイランド間に煙突を配置することで直下の艦底に配置されている機関から排出される排気通路を短縮することが可能となり、給排気系装置の軽量化と艦載機の発着艦に対する排煙の影響が軽減されているらしい。搭載機数は最大で F-35B を36機と哨戒ヘリコプター10機とされ、艦載機の発着艦は発艦にスキージャンプ台を用いて着艦は垂直降下する STOVL ショートタケオフバーティカルランディングストーブル方式が採用され、発着艦兼用の滑走レーンは艦の守備線と平行に設定されるアキシャルデッキ方式となっているな。ただ、同級の飛行甲板が左舷側に大きく張り出していることから、
将来的にアメリカ海軍の原子力空母のようにアングルドデッキを設定して発艦用カタパルトと、着艦制動用のアレスティングワイヤーをすることでキャトーバーカタパルトアシステドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式や、中国海軍の遼寧と山東などと同様のスキージャンプ台からの発艦と、アレスティングワイヤーによって着艦制動を行うストーバーショートタケオフバットアレスティドリカバリーストーバー方式に対応することが可能とされているぜ。また将来的には大型の無人航空機アンマンドエアリアルビークル UAV の運用が想定されているために、2021年頃からキャトーバー方式への改装が検討されているんだけど、当初は UAV への対応だけを想定されていたため最大25トンまでの機体に対応したカタパルト及び、20トン級の機体に対応したアレスティングワイヤーの設置が検討されていたよ。しかしその後、F-35C や FA-18E スーパーホーネットなどの有人固定翼機の運用も検討され始めたため、官能原側に UAV 用に55メートルの長さのカタパルトを設置した上で、左舷側には90メートルの長さの電磁式カタパルトを設置し、アングルドデッキに着艦レーンを設定して先進着艦制動装置 AAG を設置して運用することも検討されているみたい。クイーンエリザベスにおいては2018年9月に、やはりアメリカ東海岸のメリーランド州沖で F-35B 運用評価試験が実施されていて、11週間にわたって500回以上に及ぶ F-35B 発着艦訓練が実施され試験に合格していたね。そして2番艦のプリンス・オブ・ウェールズは当初2021年に運用評価試験が予定されていたのであるが、2020年10月に大量の海水が機関室に浸水する事故が発生して電気系統の設備が水没してしまい、その修理に長い期間を要してしまったぜ。その後改修工事が完了したプリンス・オブ・ウェールズは2023年10月にメリーランド州沖で F-35B の運用評価試験が実施され、アメリカ海軍の試験部隊 VX-23 の F-35B によって短距離発艦試験や垂直着艦試験が繰り返されただけでなく、イギリス海軍が独自に導入している低速で滑走しながら着艦する SRVL シプボーネロリングバーティカルランディング試験も実施され、10月29日には初めて F-35B による夜間 SRVL も実施されたことが伝えられたわけだ。またイギリス海軍の2隻の空母の他にも、イタリア海軍が運用している軽空母カブールで F-35B を運用するための運用評価試験が2021年3月に実施されたな。カブールは基準排水量2万2130トン満載排水量2万7100トン全長 236.5 メートル水線長 215.6 メートル最大幅 39.00 メートル喫水 8.7 メートルと、海上自衛隊の出雲型護衛艦より満載排水量で約3000トン上回るが全長は 11.5 メートルほど短い艦隊で、STOVL 機の AV-8B ハリアー28機と AW-101、NH-90、SH-3D などのヘリコプターを8機搭載している軽空母だね。イタリアの空母は、カブールの先代にあたりカブールの収益によってヘリコプター揚陸艦に艦種変更となったジュゼッペ・ガリバルディ以来、護艦防御用の武装が重装備であることで知られていて、ジュゼッペ・ガリバルディはフリゲート並みの重装備とまで言われていたよ。カブールの兵装は 76mm 単装速射砲が2機、25mm 機関砲3機に加えて、フランスのナバルグループが開発したシルバー A43 垂直発射システム VLS が8セル ×4 機で32セルあり、単射程型の艦対空ミサイルアスター15が装填されているんだって。出雲型護衛艦を軽空母として改修を進めることが決定されたことで、日本が世界で4番目に F-35 を艦載機として運用する国になることを受け、日本政府と防衛省は海上自衛艦と航空自衛艦からなる視察団を、2023年10月末のプリンス・オブ・ウェールズの F-35 運用評価試験に派遣して、同艦において実施された試験を視察させて情報収集に努めたぜ。プリンス・オブ・ウェールズでの試験の中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っており、加賀でも同様の試験が実施される可能性があることが指摘されているな。
今回は先に飛行甲板の形状変更などの空母化改修が進んでいた加賀が派遣されて F-35 運用評価試験が実施されるけど、同型艦の出雲についても次の改修が実施され次第同様の試験を受けることになり、それらが全て完了する頃に海上自衛隊に太平洋戦争以来念願とされていた空母艦隊が誕生するかもしれないとして期待が膨らんでいるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。